体中の細胞に火を起こすように目いっぱいに空気を吸い込んだ血と汗を逃げに憧れを背かにフルボリュームで叫べよ光よ石若、やっぱすげえな。ワクワクすんな。まずは殴り合いをせいせい。あのチビ真下に打ち上がった。つうか早っ。面白いじゃんカラスの。そうだ、誰が来たって力でねじ伏せればいいだけです。おうちはもっと実力つけてから叩けよ。そうやって甘やかすの良くないと思います。若田氏君、今日も頼むよ。さあ皆さん、決勝戦です。ここまで来たからには勝って全国に行きましょう。大正少年第三季 Animax。